ゲットしましたそちら <laughs> ありがとうございますということで今日はあの公、ー、演ありがとうございましたそう昼ルウ公演で夜がねあのカ、ー、ホのカ <laughs> ホの生誕祭でしたありがとうございますそう今日からねずっとなんかいつかのタイミングでそうなんかそういつかいつかカホって呼びたいなって思ってたのねそう あ今気づいてありがとうごめんねそうごめんねチャットとねそう見えるこれから届くメールにそうあれしてあのあれしてじゃないあの送らせていただいたんですけどごめんね多分あれだよねチャットも通知が来ないからあれですよねすいませんそう今日からカホになりましたありがとうございますありがとうずっとねマッシーって呼んでたんですよずーっとマッシーマッシーマッシーって呼んでてなんかマリちゃんって呼んでくれてるからなんかカホって <laughs> 今の見たいなーって思っててじゃあどのタイミングで変えようかなーみたいなどうやってどのいつかのタイミングでなんか変えたいなと思ってそうあのー、じゃあこの今のその生誕祭のこのタイミングかなと思ってそう「カホと <laughs> 呼ばせていただきますそうずっとあのー、はるかはるか,はるかのことも「はるか村」って。<laughs> んんんでたんでたすよ、そう読んでてなんか「はるかむら」ってどう,どうなんだろうと思ってて「はるか村ってずっと呼んでたんだけどそうなんか「はるか村うんみんなが「はるか」って呼んでるし私も「はるか」って呼ぼうかなと思ってそうあの最近は「はるか」になりました「はるか村ら」から「はるか」になりました。<laughs> ですね、うんでももともとサーヤはサやヤだったしえどうだろうかえりちゃんはかえりちゃんとか呼んだりあとかいちゃんって呼んだりしてますねうんかなあななみちゃんねなみなみななみちゃんはななみちゃんって呼んでますなみ <laughs> なみななみって呼私 <laughs> そうなななみちゃんはななみちゃんって呼んでるかもだからそうだね一番あれかな呼び捨てで呼んだのはサーヤかなサーヤですねサーヤかな うん、そうみゆみゆはみゆみゆってずっと呼んでるそうなんですよねひなちゃんひなちゃんそうひなちゃんですねねちょっとね <laughs> これからみんなのあ花江も花の間ね確かに花江はみんな花江って呼んでるから私も花江って <laughs> 呼んでますそうなんかリバイバル公演になってからそう素敵なんかこう素敵だなんだろうその変化一番の変化ってその なんんていいいいううかなもっっぱぱああるるでですよいっぱいあるんですよよリバイバル公演になってからすごいたくさんねいろんなことがあのいい方向になっていったことがたくさんあってめっちゃそうあのメンバーとの距離感もあのぐっとね近くなったしそう前まではさユニット公演だったりとかその前だと「夢品」で1期生がね結構出てたから。そうアンダーで あの二、ー、期生ドラさんが入ってくれるっていう形だったんだけどこうやってリバイバルになってからそう、あのー、後輩のね、メンバーともすごく絡む機会とかも頂けたりしてそこですごくグッと距離も縮まったしあ、スイスススイイイイはね、スイスイって呼んでるそう、縮まったりとかあとはそのー他の推しの方もあのー、覚えたりとかして <laughs> 覚えたりとかもして。 そうだからね本当にいつも来てくださる方だとね「あいつもありがとうございます」とかあ「この前も来てくださって今日もあの入ってくださって」っていう話をさせていただいたりとかしててお見送りの時とかねそうだから本当に「あそうまるまるちゃん推しの方」とかねそうそうそうなんですよだから結構あの覚えたり <laughs> してます <laughs> 私もねそうあのー、出させてたくさんねリバイバル公演には 出させていただいて80回以上は出演してるかななんかこの教えていただいたのが今日で多分89回目だったのかなそうかなそうちょっとごめんなさいもし間違ってごめんねそうだから88回になるのかな私もしかしたらそうなのでそうこれからもあのいっぱいねあの残り少なくなってきてると思うんですけども あのよかったらリバイバルにも足を運んでくださったら嬉しいですしきょね来てくださった皆さんもありがとうございますそう覚えちゃうね覚えちゃいますね私はええまりなさんとかかなそうカホにはまりちゃんって呼ばれてますねうんあそうなんですよそうリバイバル公演がねごめんなさい私もあの今月末の千秋楽だと思ってたんですけどそうそうなんです ありがとううございますそうだからなんか11月の30日私いないんですけどもその時に「あもしかしてマリちゃん千秋楽出ないのかな」っていう返信とか頂い,いてたんですけども千秋楽そうが、えー、と12月3日になりましてそう11月30日を超声は出ないんですけどそうなんですよね皆さん結構迷ってらっしゃって千秋楽行こうか初日を狙おうかでねそう。 迷ってらっしゃる方がいらっしゃっててそうよかったらぜひぜひあのどちらもお待ちしてます <laughs> そうお待ちしておりますあどちらも行こうか待ってますねそうありがとうございますありがとうございますそうなのでぜひぜひお待ちしておりますうん楽しみですね私たちもこれからねその あのいろいろと瀬戸リだったりアンケートはね取らせていただいたんですけどそうどの楽曲がいいかみたいなアンケートを取らせていただいてこれからあの瀬戸リとかも決まってくると思うんですけどそうあ日曜日なんだそっか日曜日なんだねえどっちが初日がどっちだろう千秋楽がどっちだろうごめんね <laughs> 何曜日かっていうのを把握してなくてね両方行きたいけど待ってますねありがとうございます ありがとうございますね何が入るかっていうのがわかんないからそうでも本当に NGT48 の楽曲は50曲以上頂い,いててそうあのー、あんまり披露できてない楽曲だったりこう皆さんが聴いてその気持ちがぶち上がる <laughs> 楽曲もあのー、入れられたらいいなってセトリに入ってたらいいなって思ってますので。はい よかったらぜひぜひお待ちしてますタイトルもねそうよかったらアイディアを募集させていただいてるので皆さんもねメールの返信だったり SNS のあのー、ポストえを、ー、X でポストしてくださってありがとうございますなので楽しみです私もどんなタイトルになるんだろうと思って皆さんのねアドバイスとかあのアイディアをいただきながら考えたいと 思いますありがとうございますそうだよねオープニングに何がふさわしいんだろうってめっちゃ思うよね何がいいんだろうって思いますよねオープニングってねねなんかその頭何曲かになるっていうのも分かんないしそうオープニングにふさわしい曲って何だろうって思いますよね誇りの丘は AKB さんの扱いになるんじゃないかなって私思ってますうんえー、っとハードル上がったところのオープニングだもんねそうだよね そうね何が入るかみたいな何がオープニングになるのかってあっ <laughs> 出陣 <laughs> 出陣ねあでもいいですよねかっこいいよねねいいよね出陣ね <laughs> 私は出陣大好きですうんあの折り面なので私出陣のそう大好きなんですよねうん折り面なのでねそういいかもしれないそうえー 最近シングルの曲がそうだよねやってないからできたらいいなって思い思いますうん。ねあ絶望の後でもいいですよね今日まなちゃんがね言ってくれてそういう無視でねね絶望の後でも入ってもいいですよねああえー、大体やっちゃう桜木町いいですね桜木町ねあの歌えたらいいですよねうんねなんだろうなぁ ええー、ぶち上がる曲。あ <laughs>、本当、出陣ぶち上がりますか。嬉しい、そう、わちゃこなドゥも。なんかメンバーがすごい、あの。あの、選んでくれたりとかさえも。あの、M. C. でね、そう、わちゃこな入ってたらいいなってお話をしてくれて、すごく嬉しかったし。そう、私もね。あの、わちゃこな披露できたら。いいなって。<laughs> いいなって、あの、心の中で。 思ってます。ういいなって思います。どんなセトリーなんかえっ、ー、と興味津々ありがとうね。ありがとうございます。嬉しいだからね。そうかかともいいですよね。本当私かかとも大好きで、そうかかともいいなって思うし、そう。衣装もね。どうなるんだろうって思うしそう。確かにね。マックスがさっきあ、マックスオープニングもいいですよね。ねねねね。確かに確かにお疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。 色々とねちょっとどうなるかっていうのは本当に初めての試みなのでなんかどんな感じになるんだろうなっていうのはワクワクしてます、うん、っき間もいいよねねっいいですよねえー、なんだろうなたくさんいっぱいその今までそのねそう披露できてない曲とかもあんまり披露できてない曲とかもあるので確かに人数もねそうだよね確かに気になるところですし命を懸けるもね <laughs> いいですよねイタチュアかけるもねたくさん披露できていけたらいいなって思うしうん大人になる前にを見たいあ本当？とおつぼねでえやりたいですね大人になる前にも大好きなんですよねうんねあとは友達で言いましょうとかもすごく好きなのでできたらいいなって思いますえー、好きなんてをマリアちゃんの歌声で聞きたいえー、嬉しいありがとうございます 好きなんてもいい歌ですよね昨日より今日もいい曲だし本当にそにあの「すみかんせの未来」そうアルバムそう「しそうでしないキス」とかも本当にいい曲がたくさん入ってるからねっいいなあと長がもいいよねうん「心太陽」もいいですねねっええー、そうだね確かに「順序よろしく」もそうだよねついつだツアーコンサートツアー以来かなねあコンサートとかツアーあ コンサートかコンサート以来かなねいいよねしと品も好きだからできたらいいなって思ってますしそういっぱいあるよね本当に迷っちゃいますねねなんかこういう曲入ってたら嬉しいなとかってもしあのよかったらお待ちしてますねあの返信とかでもお待ちしてますありがとうございます聞きたい曲いっぱいですよねねえなんかこうここのその劇場で 色々と披露させていただくのは嬉しいですしあの私もワクワクドキドキしてるので楽しみにしてますありがとうございますねこんばんはこんばんはありがとうございますそうなのでね本当にそのリバイバルコー,ーはあのいっぱい思い出がありすぎてありすぎてありすぎてそう本当に何て言えばいいんだろうな ねその誇りの丘をまたそのリバイバル公演でさせていただけたこともすごく嬉しいですしそうなんかこう誇りの丘の初日とかをふと思い出したりとかして <laughs> 踊ってで歌ってる時にねそうだからなんかなんか思い出がいっぱいな公演だなって改めて思いますね楽曲もねそう思い出がすごい詰まってます。う ねめっちゃ楽しみあ季節でね曲が変わるの楽しみありがとうございます本当に楽しみですねうんねとにかく新恋が楽しみですありがとうございますなので皆さんもよかったらねそうあのー、皆さんにもあのー、愛していただけるようなあと何度も見たいって思っていただけるような恋にできたらなって思っておりますありがとうございますリバイバル演たくさん思い出あるぜひねよかったらそうあのー 最後に見納めに来ていただけたら嬉しいですお待ちしてますねありがとうございますありがとうございます何人でっかっていうのもねまだまだわかんないのでそう楽しみですうんもちろん行きますありがとうございます待ってます初日千秋楽が当たったことがねさっきもねコメントでいただいててそう当たってほしいなみんなに <laughs> 当たるといいなねお待ちしてますね当たると当たりますように うん、そう今ねそう募集中なので公演名もねよかったらアイデアアイデアをぜひぜひお待ちしておりますねそうだよね千秋楽ときっと初日はねそうですよね倍率が高くなると思うのでよかったらお待ちしておりますありがとうございますねありがとうございますそうだよね先週楽入ったことないっていう方だったり初日ね入ったことないって方もいらっしゃってね 待ってますあ昼夜で申し込むか両方で申し込むかねそうだよね確かにねねえ見ていただけたら嬉しいな青春枠当たりますように待ってるねありがとうございます誇りの丘公演が好きだったからちょっと寂しいねいい曲ですよね本当に全部いい曲ですよね誇りの丘ねユニットもそうだしねそうですよねよかったらちょっとラスベガスの私も <laughs> 祈りの私もねそうだよね,ねえ あっという間の1年間だったなって思います。本当にたくさん出演させていただけて嬉しかったです。うん、待ってますね。ありがとうございます。あ、日曜ならなおさら本当ね。待ってます。本当にね。そうだね。結婚できなくなっちゃうね。は <laughs>。ね、結婚できなくなっちゃうな。寂しいね。そう思うと寂しいですよね。うん、雪降らなければいいの？多分まだ12月。 多分頭は大丈夫ななような気がする今日本当に寒くてあでもどうだろう雪降るかなどうなんだろう雪降るかしらどうなんだろうね今今日はめっちゃ寒かったすっごくすっごく寒かったんですよねそう寒かったからあ本当は23日から雪のマークわおじゃあごめん嘘ついた私じゃあ12月の頭大丈夫とか言ってたけど12月の頭から降る可能性あるねわあ そうすごい寒くなったのでみんな気をつけてもし新潟来る際はねあの暖かくして来てくださいねうん新潟ダウンは必要ですかえーダウン着ててもいいぐらいな気温だと思う今日が9度だったかなそうメンバーの <laughs> あのポストで知ったんですけど9度だったかなそう9度だったと思うのでえわ、ー、かるあそうだ大オ,オカやばいねあれさっきコメント23日が雪マークって言ってたよね ちょっと待って大鎌寒い激寒い大鎌、ま、<laughs> ちょっと待ってやばい激寒大えー、みんなこっちゃうね夏は蒸されてたのに <laughs> 明日の最高気温あ8度なんだえ、オンラお風呂やばいねみんな風邪ひかないね激寒大鎌だみんな凍えちゃうねえー、夏あんな暑かったのにね汗だくになりながらさみんなと会ってたのに ええー、本ほんとアカメムシね今年多かったねうんねそう気をつけるねありがとうみんなどう暑かったり寒かったりそうだよだって11月なのにこの間までさ暑かったのにねえー、大変だみんな気をつけてねうんスタッドレスはそうだよねそうだよねタイヤ交換とかもねそうだねえー、大変そうかーねーみんな気をつけて来てくださいね 自然な服装でいけるけどそうだよねなんか多分ちょっとまた関東とあれかなね気温差があるかもしれない大釜の日っていつもそんな <laughs> ねえ極端だよね確かに大釜の日って極端だよねね気温がねそうだよね大変1 8度まで上がったらほんとあったかいね急な冬な感じになってきてそう急になんか冬来た感じだなめっちゃ そうみんな気をつけてねなので新潟来る際は暖かくしてあの来ていただけたら嬉しいですうんねっお待ちしてますえー、っとまりなちゃんへの思いは暑い暑いかな <laughs> ちょっとまだ足りないぐらい <laughs> まだ足りないな <laughs> お疲れ様ですありがとうございますあお仕事なんで頑張ってね そうまだまだもっともっとアーチー位になっていただけたら嬉しいですうんねじゃああのオカマン23日ね来てくださる方はお気をつけていらしてくださいねお待ちしてます、うん、ありがとうございますねそう話したいこともたくさんいろいろとあったんだけど何を話したかったんだっけ何だろう <laughs> 何だろう何かいろいろ話したいことがたくさんあったんだけど あでもちゃんとあリンクねリンクそうだあの福袋のリンクはねちゃんと自分のページに飛ぶ飛べるようにしました <laughs> 今回はあのコピペしませんでしたひなちゃんのところからとかあのメンバーのところからはあのリンクはあのコピペはせず自分であのサイトを開いてサイトのリンクをちゃんとコピーして貼らさせていただきました <laughs> もうちょっちあのひのちゃんねごめんなさい本当にそうひのちゃんを巻き込んじゃったんですけどそうねえー、こんばんはこんばんはありがとうございますそうなので今回はねちゃんと見れたよかったよかったありがとうございますあ11月の生写真ちょっと待ってあれ11月の生写真ちょっと待って11月の生写真ってちょっと待ってね11月の生写真見てもいいですかあれ私全然あれかなあっあ出ましたあ ちょ、いつ出たんだろう。ちょっと待って、十一月の生写真、ngt で調べちゃった。どこだっけ。あ、あれ、あ、違う、違う。ショールームさんのや、やつが出てきちた。ちょっと生写真で調べよう。あ、出ました。あ、昨日、あ、ありがとうございます。ごめんなさい。これからちょっと告知させていただきますね。ありがとうございます。ちょっと気づかなかった。ごめんなさい。ちょっと待ってね。開きますね。え、昭和アイドルのやつですか。ちょっと待ってね。 あれ全然開けない混んでるかなサイトなんだろう全然開かないあれかなネットワークが混んでるかな土曜日だからありゃりゃりり全然開かない <laughs> 全然開かないですねそうあコンサートの時もあ本当そう私ねそうドット柄着てましたちょっと待って全然開かない <laughs> ちょっと待って恐ろしいほど全然開かないんだよねえみんなそう私だけかな 全然開かないんだけどなんか写真あー出た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 ありがとうございますあそうなんです昭和アイドルですはいありがとうございます出ました出ましたありがとうございますよかったらゲットしていただけたら嬉しいですそう今回ねそう昭和アイドル風のあの写真を撮らせていただきました <laughs> ありがとうございます嬉しいちょっと待ってね こっちのバージョンを見ようかなそう今回ねいつからかそう2種類ぐらいそう出ててそう写真がねパート2パートパート1パート2ってねそうおーそうドット柄ですね受話器も持ってたりマイクを持ってたりしてますありがとうございますそれわかるみんな可愛いよねそうみんな可愛いんですよみんな似合ってるよね そうそうなんですよ。誰意識した？みぽりんに似てます。本当ですか？みぽりんさん似てます。えー、っと誰を意識したえー、誰だろう？誰ですかね？でも昭和アイドルの写真、昭和アイドルで検索させていただいたらそう。松田聖子さんとかも出てきたので、そう。本当にそのあの時代のそうアイドルさんをあの参考にさせていただきました。ありがとうございます。

<laughs> なんでで自分で持参するの <laughs> めっちゃ気合十分じゃん <laughs> 昭和っぽくて良かったですよありがとうございます嬉しいよかったらチェックしていただけたら嬉しいですありがとうございますねそうあのまたねあの宣伝させていただきますねありがとうございます嬉しいよかったありがとうみんなからねごめんね全然そう気づかなくてそうごめんなさいありがとうございます 本当だ、みんなもうめっちゃかわいいねめっちゃかわいいあ本ほんとだ「ウミュウはツインテールだ」だえなんかこういうさあの何、ー、て言うんだろうみんなとそのね一緒の撮影現場だったりするけどなんかこうやってさその写真を撮ったデータをあのみ、こういうところなんかグッズのサイトでしか見たことなかったからここで知るんですよねその出来上がり写真みたいなのはねめっちゃ似合ってるねみんなかわいよ可愛いね ゆめちゃん可愛い。<laughs> ゆめちゃんも可愛いみんな可愛い可愛い本ほんとだ。みんな本当に似合うよね。ね。可愛いあひなちゃん。<laughs> ひなちゃん可かわいい。ぜひ皆さんよかったらね。あのチェックしてみてくださいね。なんかいつもとみんな違う感じでね。いいね。可愛いすごくすごく可愛いですね。ぜひチェックしてみてくださいね。ね確かにゆうはんのね。昭和感も出てる。かわいい。 いいねなんかコンプしたくなっちゃうよね。<laughs> ねえコンプしたくなっちゃうかわいいね、うん。よかったらチェックしてみてくださいね。ありがとうございます。コンサートグッズもねありがとうございます。個別そうチケットプリントそう大紙セットもよかったらチェックしてみてください。ありがとうございます。ありがとうございます全然上手本当 <laughs> 後で見てみてくださいねありがとうございますこのテーマ良かったですよねすごい良かったですよねありがとうございますそう生写真で色々とねさせていただいてるんですけどそうあの断層のやつあはははのやつはあのー、ちょっとねあのー、皆様にはちょっと <laughs> 響かなかったよ <laughs> ちょっとね響かなかったみたいで <laughs> ああののスーツのやつあるじゃないですかちょっとだいぶ前かなそう前に出たちょっと前ぐらいに出たあの男真のやつあの男装のやつはちょっとねあの皆様にちょっとねあのー、こう響きづらかったみたいで <laughs> そうちょっとね響かなかったみたいなので、ね、あ一部は響いたのかなねそうなのかなちょっとねあれ何年前だ2年 ぐらい前かなそう2年ぐらい前かなそうちょっとねだったんですけどなんか多分その今までの生写真とかでその、あのあ、ー、皆様に響いたのが多分アニマル系とかが結構響くみたいで皆さん好きですかいつだったっけトラ年の時とかもそうあのー、ね響いたりとかしたりとかあとキツネだったりとか。 そう結構アニマル系があの皆様に響くようで <laughs> えどうですか皆さんやっぱお好きですかアニマル系とそう尻尾とか耳とかあるやつなんですけどそうあめっちゃ似合うちょっとメンバーいた <laughs> 結構みんなね似合ってたんですけどそうアニマル安定して可愛いあ本当やっぱあれなんですかねなのかなあくまさんも可愛かった本当わかる 気する本当気はする本当あ、カフェデイちゃんよかった嬉しい。ありがとうございます。そう、耳やっぱ強いんだ。耳弱いですか <laughs> あ、CA さんも良かった。CA さんも皆さんに響いてた。そう、響いてた。好きです。あ、本当そうなんだね。あ、そうだね。クリスマスもそうだね。クリスマスも。そうですね。サンタのコスチュームのやつとかもそうですし。あ、ゴルフ屋も良かったんだ。 えー、俺はやはり少数派え何が響きますか皆さんえー、ユニフォームあユニフォームとかもそうだねうんうんうんふわふわな感じあお花屋さんもありましたねそうアニマル系より普通のマリナってことはじゃあシックっぽい出しかなのがほうがいいのかなええー、CA さんにはありがとうございます響いてたとかわかるなんかそのメールの返信だったりで「今月の買ったよ <laughs>」とか <laughs> とかあの実際にそのスタッフさんその撮影してくださってるそのいつもグッズを担当してくださる方にそうどういうのが皆さんにあの受けるんですかねっていう話をしたりとかしてやっぱアニマル系はお強いっていうのは聞いたことはありましたねうんあコメントの変えましたありがとうございます嬉しいありがとうございますありがとうございますああと先生も良かったかなそう先生もそうあのメールの返信ね。 そのゲットしたよって言ってくださる方多かったです。うん、私だけがあの <laughs> あの制服 <laughs> 制服ではなく、あの先生の衣装を用意されてたやつですね。とかかな。うん、そうですね。ありがとうございます。あ、今年ずっと買ってる。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。あ、鼻につけてるクリームああ、あの写真もありましたね。ちょっとあざとショットみたいなやつも嬉しい。ありがとうございます。そう、結構本当に。 色々と多分今年出た生写真を本当にいろんな衣装を着させていただいたなと思いますなんかちょっとウェディングドレスっぽいあの水色の衣装だったりも着させていただいたりあとあのー、なんかスケーター風の写真だったりとかもそうそうそうあの着させていただいたりとかして結構いろんな姿をお見せできたんじゃないかなって思いますそういえばゲットしても報告してないの多々あるあ本当ありますかよかったら ご報告待ってますねありがとうございますありがとうございますあ報告はしてないけど買ってますありがとう嬉しいありがとうございます <laughs> ありがとうございますえー私何が好きかな何が好きだろうでも今までえでも毎年その福袋のあのー、グッズででみこさんの格好させていただいてるのは嬉しいですしあとなんだろうなぁなんだろう でも普段こうしないような格好をさせていただけるのはこう生写真ならではだなって思いますねアイドルならではだなって思いますあとそのハロウィンのやつも嬉しかったです狼の格好もねそう嬉しかったですねうんねそうですねえー、お気に入りそうお気に入りかなうんねそうでも来年は美帆さんあるかなあ多分毎年その美帆さんの格好させていただいてますね 福袋の時は、うんね、そうでですすねああとあれも嬉しかったですあのちょっと結構だいぶ前になっちゃうんですけどその大正ロマン風の、あのー、着物着てあのベレー帽をかぶったやつとかもすごい嬉しかったかな,なんか普段しないような組み合わせで撮らせていただいたのでベレー帽にその着物っていうのを。 そうさせていただいたのも嬉しかったですねありましたよね懐かしいですちょっと前なんですけどそうそれもその可愛かったですねあ2年前の秋なんだありがとうございますありがとうございますねかなあとあのー、やっぱ ngt なるではだなぁと思ったのはちょっと最近に出たあの <laughs> 農業の格好のやつとかもあのお気に入りでした <laughs> やっぱガチでその農業をやってるからその農業スタイルの生写真 <laughs> もうあの撮れたのも嬉しかったですね。うんですね、はい。メンバーが提案することはえーどうだろう最近はないかな前はあったけどなんかこういうなんか格好とかで撮れたら可愛いかもですねみたいなお話をさせていただいたことあったけどそうだね最近はその。 女性のスタッフさんがあのいろいろとね考えてくださってるので、そうそうですね。だから今年は本当にいろいろといろんな格好を撮らせていただきたいかなって思います。うん、農業スタイル良かったですよね <laughs>。ときめきも美味しかった。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。そう N G T ならではのそう作業スタイルの格好で撮れたのも良かったですね。ああやって形に残せたのも嬉しかったです。うん。かなあとなんだろうなでも。 そんな感じかななんかやっぱ普段しないような格好だったりとか好きですねうんあスキーウェアもねいいですよねスキーウェアもねそういいですよねそうあれもお気に入りですねスキーウェアもねうんオーバーロールオーバーすごい感だオーバーロールかわいいありがとうございますあチアリーダーもあったねチアガールみたいなねありましたねあれも良かったですよねうんまたねありがとうございますありがとうございますかな そういろんな格好をさせていただいてるのでこれからもねぜひよかったらチェックしていただけると嬉しいですねロケ生写真もね復活してほしいですよねわかりますわかりますとってもとってもねそう行きたいですねそうスキー場ねそうね行きたいんですけどねそうさっはそうロケ生写真というよりかそのねその場所でそう撮らせていただくことが多くてうんねあそうですよね販売官もそうですよねね そう明日ちょうど明日だっけ明日のメンバーが発表されてたかもね。私もね、参加できたらいいなーって思っております。参加したいなーって思ってます。うん。ね。ありがとうございますそう。こんばんは、こんばんは。ありがとうございます。ねえっと、始まったら生写真チェックしてみて、ぜひチェックしてみてください。結局、何でも可愛くていいです。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。牛こす牛こすい、いつだろうね。もう何、何年後だろう、牛。<laughs> うしね何年後なんですかねうんねえー、っとあ人気が高いって言われてやるやつばかりピンポイントで手元にあって割ると <laughs> やっぱじゃ響いてるんですね嬉しい <laughs> すごいよかったじゃあ把握できてるかなあのみんなの好きが <laughs> 把握できてるかもしれないですねそうだねうんかもしれないありがとうございます ここんばんんんばばはあそうこの,このえー、っと去年がねそう柴田でねそう販売させていただきましたねそう懐かしいもうあれからもう1年にたつ1年経つのか早いね1年ってねあっという間に1年たっちゃうねっ <laughs> ねそうなのでね私たお渡し会に参加できたらいいなーって思っておりますうーんね そう、まだね、トキメあのー、ゲットしてくださった方もいらっしゃればまだねゲットしてないよって方もいらっしゃると思うんですけどそう多分きっとこれからねあそのオンラインも発売も始まるとは思うのでそうよかったらあのー、NGT を応援してくださる方には絶対絶対食べていただきたいですとっても <laughs> とってもね食べていただきたいなって思っておりますね1年早いね本当になんか、か今年、なんか 毎年毎年なんか年を重ねるごとに1年がめっちゃ早くなってるんだけどねえあっという間だよねうんねこんばんはこんばんはありがとうございますめっちゃ売れてますかね嬉しいですありがとうございます本当に劇場でもね買えたらいいですよね本当にねえ、ね、売りたいですねうんあそうそうそうなんですよありがとうございますそう売ってたんですよねそう池袋とかでもねうーんねありがとうございますわかるありがとうございます こんばんはこんばんはありがとうございます今来ましたありがとうございますねありがとうございますあ今年もあればねありがとうございますね去年もねゲットしてくださってありがとうございます嬉しいですねこうやってねそう時娘がいろいろなところで販売されたらいいなって思ってますうん大釜でも売ってくださいえ売りたいよね確かに売りたいよね確かに売りたい <laughs> かなね販売できないかなね販売できないかなあ飾ってますあありがとうあ飾ってくれてるのありがとうございますねね充実だとね本当一年早いですよね確かに大釜でね売れないかな売れたらいいよね売れえ販売できないかな販売できたらいいですよねねそうですよね確かに大釜ならすぐ販売しちゃう <laughs> そうだよねえー、できたらいいなそうねなんか本当とに何だろうなそのおしゃべり会とかもすごく好きだしステージで歌って踊ることも好きだしこういうなんか販売会も私好きだからそうできたらいいなって思っておりますうんあじゃがいももそうだねじゃがいももそうだね <laughs> ねそうだねうん「あで完売です完売できるかなね いいよねお米のねそうできたらいいなって思ってます確かにどうなんだろうねできたらいいなって思いますうんねいいよねありがとうございますねでも本当にいろんなところでできたらいいなって思うしそう関東とかでもねできるならやりたいですよねうんね確かにそうだね 作物そうだね販売してる NGT だけそうだだね、NGT けですねガッチで本当に農業をしてるので <laughs> ねそうきっと NGT に加入してなかったら私多分農業をやらなかったかもしれないしこうやって農業を参加させていただいてこうやって農業を体験させていただけることも本当に嬉しいですしその、今回その時娘をねそう一緒に作ってくださった方もすごい親戚のように。 あの私たちをねあの迎えてくださるから本当にねそうこうやって nct 入ってなかったらそのもちろん応援してくださる皆さんもそうなんですけどこういう長屋の方ともね巡り合えてなかったから本当にすごい縁ですよねうん本当に素敵な体験をさせていただいてますうんねそうなんですよねなかなかの体験ですよねそう 嬉しいですそう新潟に来てから来たからこそそうですね新潟に来てこうしてね農業も体験させていただいてそうガチで農業させていただいてそうならではですねそうよかったですいいところですね本当にいいところです NGT のうんねえだから「時娘」を本当とにあの全国に広められたらいいなって思いますそう NGT に加入してなかったら確かに新潟 っかな行きたいなって思ったけどね来れてたかないいねそうだよね本当になんかほんといろんな選択をしてね NCT にたどり着いてこうやって新潟に来れて8年経つからねありがとうございますそう第2の故郷です <laughs> 本当にありがとうございます今年は本当ねめっちゃ暑かったですねそうめっちゃ暑かったですうんね そうお酒も美味しいですしねそうなんですよそうなんですよねだからこうやって来れて良かったです新潟にねうんえ時、ー、娘組買い物、まああありがとう嬉しいありがとうございますゲットしてくださってありがとうございますえー、あずっとあなんかすごい褒めてくださってるありがとうございます <laughs> ちょっと照れちゃうありがとうございますねうんえー、新潟に来てくれなかったらマリちゃんはしないもんそうですよね他のメンバーをゴリゴリに ゴリゴリに押してたかもしれないし <laughs> そうだよねありがとう押してくれて <laughs> 私のことを押してくれてありがとうありがとうございます嬉しいありがとうございますねご飯もすごく美味しいしねうんこれからもね時娘ももちろんそうですしそう新潟のね美味しいものをどんどん広められたら いいなって思っておりますそうその巡り合わせもねそうありがとうございますありがとうございます嬉しいまりなのせいで <laughs> ありがとうございますねたくさんね新潟に来てくださってありがとうございますマリナお姉さんがいなかったら今頃誰をしてたんだろうえ誰をしてたんだろうね <laughs> 時々質問するんですよねおしゃべり会とかでそう誰をしてたって <laughs> こっそり話したことがあって そうだから聞いてみたいですねよかったらあの今度のおしゃべり会とかでもし私がいなかったら誰が押してたのか教えてください <laughs> 教えてくださいねうんねえー、っとあな暑い夏ですが時めしが収穫できてよかったですね本当に良かった本当にえー、っときっと出会うこともなかったのかあそうなのかなええー、そうなのかなねそうだ CM ね新潟限定でできたしそうですね そうありがとうございます。風味潟市にしねのね CM にも出演させていただいて嬉しい。ありがとうございます。お茶も美味しいですよね。そうだよね。お肉もね。うん。嬉しい。まりちゃん推しまりちゃんじゃなかったらみはちゃん推しだね。<laughs> あここで教えてくれるんだね <laughs>。ありがとう。ここで教えてくれてありがとうございます。あ行ってない。本当ありがとうございます。新潟市にもね来てくださってありがとうございます。嬉しい。ありがとうね。 新潟に来てくれてありがとう本当にその新潟の方にこうやって言っていただけることは本当にめちゃ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 とってもとっても嬉しいですありがとうございますそう言っていただけるのはすごく幸せですありがとうございますでも西方っていう名前に生まれてこれたことも本当に良かったなってめっちゃ思いますうんそう多分私が西方って生まれてきたのは NGT に入るためだったんだと思う <laughs> じゃないかなどう,どう思いますなんか西方ってさ名前もなんかそのあんまり周りにいないねってそうあのメンバーに言っていただけるんですけどもそうあのー、ね地元でもいなかったし本当に親戚以外いなかったからそうだから本当に多分私は NGT に入る運命だったのかなって思います。 マリちゃんに出会えて良かったありがとう確かにありがとうございますそう新潟に仕事で覚えていただけるしそうそうなんだよね確かにそうれいちゃんもねセイジっていう名字も少ないですもんねそうそうなんですよね嬉しいですありがとうございます西がって珍しいありがとうございます ありがとうございます縁というか運命というかありがとうございますねあ本当にいなかった周りにいますどう今あ新潟にたまにねいますよねしかもなんか呼びそのなんていうんだろう読み方が違う方とかもいらっしゃったりとかしてってそうあとはまるまる一緒っていう方もいらっしゃっててそうなんですよねありがとうございますでもあのー、なんかいつもね生写真も頼んでくださる方とかいらっしゃるんですよそうあのー 私とと同じ名字の方だったりとかでもねまだあのちゃんとねそうお話ししたことがないからぜひねおしゃべり会も待ってますねそうあ西方さんっていう方もいらっしゃいますそうガタじゃなくて西方さんもういたりとかしててそうなんですよあいなかった本当小学校高校までいなかったあ本当えー、お仕事関係でいましたあ職場にいるそう西方さんが多いかな西方さんならいらっしゃるあ初めてお会いする名字本当 三3には多いのかなねなのでちょっとお会いしたいですねちょっといつか企画でやりたいあの西方さんを探せみたいな <laughs> 新潟でやりたいですねそうやりたいそうそう濁る方とも濁らない方がいるんですよねガタとか肩とかねそうなんですよねそうなんですあ本当えー、西潟ほんとあうございますあ本当。地元の中学校にはクラスに西方2人いてあ本ほんと 遠い親戚かな。ねもしかしたらもうご先祖様コタロウトル一緒かもしれないよね。そうですね。あ、そうガタっていう字はね、漢字はね書けたんですよ。そう小学校五年生ぐらいで書けたかな。書 <laughs> けたかな。うん。あしらえに西方さんになる。あ、そうなの。やっぱ西方さんならいるんだね。西方さんに出会いたいですね。<laughs> 西方さん調査したいな。うん。したいですね。そう。 ねえやりたいですねちょっと西方さんを探せをいつか <laughs> 企画でやりたいですうん集めたいですね西方さんどれだけ出会えるかみたいなねやりたいですねそうあそうここのねそう漢字の肩のねここの部分難しいですよねなんていう部分なのかわかんないけどそう間空けるんですよねそう間間空けるんですよそうそうなんですよねえー、ちょっと依頼したいですねうん 西勝さんに劇場に来てもらってイベントやってるのは配信でみたい <laughs>。確かに。ね、そうだね。西勝さんは集めてみましたっていうのをやってみたいイベント。ね。そうだよね。あ、そうなんだ。あ、肩じゃなくて肩の方がいる、多いのかな。あ、薄か。ありがとうございます。教えてくださってありがとうございます。嬉しい。そんな字が書けたのに、字、えー、国語が苦手なの。な、なぜ国語が似て。えー、なんでだろう。 漢字はまあ、自分のね、字で生まれたからかな <laughs>。苗字で生まれたからかな。うん、国語はちょっとね。読者の気持ちはちょっと読者にしか、読者の気持ちじゃない。あの。なんで作者の気持ちは作者にしかちょっとわからないと思ってるものなので <laughs>。ちょっと難しいですよね。なんか立山さんにね、そうだね、調べていただきたいですね。うん。ええー、と、苗字限定公演 <laughs>。楽しそう <laughs>。苗字限定公演やりたいですね。確かに。 でもいい面白そうだね佐藤さんとかねいらっしゃるかな田中さんとかねいらっしゃるかなね <laughs> そうだね片チューブさんに依頼したいですね西方さんそう西方さんを探せってやつをやりたいですねうんねそうなんですよねまりなちゃんは DD だから DD <laughs> の気持ちわかるでしょ何突然何何何 <laughs> 突然どうした <laughs> あそうだね佐藤さんと鈴木さんだねそうだねそうだね ねえ確かにそうだね佐藤さんは多くいらっしゃるかなねそうだよねえー、<laughs> え,ー、ねえ皆さんのこと考えてることはわかるわかるかなどうだろう気持ち分かってあげられてるかな、まあ、皆さんの気持ち分かりたいなって思ってるけどどうなんだろう分か,り分かれたらいいなとは思ってるうんわ <laughs> かりたいなと思ってるんだけどねこんばんはこんばんはありがとうございます ありがとうございます。うん、あ、西月さんとか真下さんとか、そがべさんとか、少なあ、確かに。少ないと思う。真下さんも初めてだな。そがべさんも私初めて。ゆめちゃんと会ったかな。うん。だね、そうだ、そうだ。あ、そうなんだ。ええー。二千五百人いるんだ。西が、西方さん。多いね。多い。お、と思うと多いかな。全国の西月さん、会いたいな。<laughs> でも、きっとね、私の、あの、親族とか、がきっとね。 あのいらっしゃると思うんですけどその中にはねうんそうですよね珍しい苗字の方とかもねあの見てくださる方とかでいらっしゃいますもんねあの生写真のさあのカタカナでね苗字書かしていただいてる時とか皆さんのお名前書かせていただいてる時とかすごいそうあ珍しい苗字の方だなっていう方とかもいらっしゃいますしねねそうなんだよね2月さん集まるねそう集まってほしいですね ええとあ血液型公園あ本当？やってほしい？え大型大型の皆さん <laughs> 確かにあそれは面白いかもね血液型公園って確かにそうだねえいいかもしれないあ増田さんはいたんだあそうなんだ増田さんも珍しいけどねそうなんだねそうかえ確かに大型公園だったら 確かにメンバーもも大大型型いるかかな私も大型だし確かに AB 型のねメンバーもいるから確かに確かにえー、どうなんだろう A 型 A 型の方だと確かに A 型のメンバーも多いしそうだね私 O 型なのでじゃあ大型公演に入ると <laughs> 大型大型メンバーになるかなうんそうだね大型の皆さんと <laughs>。 あお会いできる形になるけど確かにそうだねああ AB 型だとねそうですよね確かにそうそうなんですよそうひなちゃんも大型だしあ B 型公演なら B 型公演だとそうだね <laughs> B 型公演もねそうだねそうでメンバーもね B 型のねメンバーもい結構いるかな結構いるよねうん確かに確かにいいかもしれない年代別公演あー確かに年代別っていうのも いいかもしれないね。確かに確かに。やってみたいかも。え、やってみたいかも。ね。大型の MC どう <laughs> 大型の MC? えどうなるんだろうどうなるかなボケが渋滞しそうだよね。<laughs> え、どうなんだろうなでも性格によるなかなボケとかツッコミとかって。ね。 そうだよねーそうだねあ確かにレイニアもそうだね大型だねそうだそうだ面白いねえちょっといいなんか限定公演みたいなのをやってみてもいいかもしれないそうボケが渋滞するかもしれない大型公演は <laughs> かもしれないねうんえやってみたいかもねなんか年代っていうかそうそうだねやってみたいですねいいかもやってみたいなそうねいつか前はねそのねあのー、あれ男性 限定公やったことあったっけやったことあったかなねだったりとかやったことないか女性限定がやったことあるのかな男性限定がやったことあったっけちょっとごめで、ね、忘れちゃったんだけどそうなんかやってみたいかもねそういう面白いかもしれないねうんねいいかもしれない <laughs> そう血液型もそうなんか血液型公演もやってみてもいいし代、ね、別もそうだしそう男性限定だったり女性限定だったりとかも。 やってみたいですねあそっか男性限定はないかそっか女性限定はあったかそうだあったあったよねそうだよねえいいかもしれないねいろいろやるのいいよね逆セーターもねまたねやってみたいですしあ確かにご家族限定公演とかもいいかもねそうだよねあのー、こう何て言うのかな未来の NGT をフ <laughs> フをね 確かにメンバーとしてねそうだねお子さんに見ていただくっていう声もいいかもしれないえー、いいかもしれないねやりたいかもしれないうんね <laughs> そうあ確かにコールがねそうだねそうだねキャーみたいな感じだったね懐かしいやってみたいなあ昭和生まれ限定公演とか平成生まれ限定公演あいいねいいですね確かにいいかもしれない逆セーターもね復活できるといいですよね ねーいいなー確かに確かにちょっとできたらいいなーって思いますねいいかもいいねなんかいろいろと話がすごく素敵な広がり方ありがとうございますうんありがとうございますあす死に合い公演あいいかもしれないなんかいろんな本当にできたらいいですよねうんねいいですよねあせあ星座別ねああ星座ね確かにそっか 私が天秤座だから9月の後半だったりとか10月の中旬ぐらいかな下旬なんて言えばいいんだろう下旬ぐらいかななんて言えばいいんだろうね確かに同じ天秤座の方公演とかもね確かに面白そうえっ面白いかもねえと <laughs> 限定ねえと限定だとあのー、私はルアちゃんと一緒になるかな <laughs> って確かにエと限定だとルアちゃんと一緒に私はあの公演させていただきますね <laughs> いいかもね同じイノシシ年の方イノシシ年の方ねよかったら確かにいいかもしれないね <laughs> ちょっとね一回り確かに一回り離れてるってことだよねそうだよねあいいかも <laughs> そうだねちょっと相シン公演いいかもいいかもしれないえー、どうしようルアちゃんと ルアちゃんでもそれ確かにいいかもねいいかもしれないねそうだよね12歳そうだね差があるのでルアちゃんだったりそうだね24歳離れてる方とかもそうだね確かにいらっしゃるかもしれないそうだねめっちゃ限られるかもしれないそれこそね限られるね星座だったら天秤座の方多いと思うんですけど確かにイノシシ年の方って。 どうなんだえ,えちょっと待って今いらっしゃるのかなイノシシドシの方ちょっとこの間のね配信とちょっと似てし似てるんですけどイノシシドシだよって方いらっしゃいますか今見てくださる方でこの間ねうさぎドシの方が多かったんですけど同じイノシシあいらっしゃったあじゃあ入れるね <laughs> あ入りますね <laughs> 同じイノシシあ入りますあありがとうございます入れるね <laughs> 確かにイノシシ何位ぐらいだったんだっけ何位ぐらいだったんだっけごめんねちょっとあの1位のうさぎ年っていうのがねそう覚えてたんだけどあありがとうあ結構いらっしゃるね結構いらっしゃいますねありがとうございますありがとうあ入れない入れない方多分もう見てる方でねで入れないっていう方の方が多いと思うんですけど確かにちょっといらっしゃるかなあそっか早生まれだとねそうだよねねずみ年ですもんね。 ありがとうございます。そっか、結構いらっしゃったかな？イノシシ年の方ね。<laughs> ちょっと限られちゃうけど、そうだ何人かいらっしゃいましたね。ありがとうございます。あ、そう同じえっと。同じ干支 <laughs> のそう。イノシシ年の人限定公演みたいなね。そうですね。えっとだとめっちゃ限られるよね。そうだよね。そうだよね。<laughs> そうですよねうさぎが多いのかなうさぎの年のうさぎ年の方とかね多いかもしれないねうんね入れないそうだよね入れないって方多いよね <laughs> でもいろんななんかこうもろもろこう限定公演みたいなのやったら楽しいかもしれないね天秤座だったり大型だったりねイノシシ年だったり <laughs> ね楽しいかもしれないねうんいいかもしれない ありがとうございます。そうアンコールあイノシシのコスプレ可愛い,いね。絶対イノシシも可愛い,いよね。でもうさぎもねめっちゃ可愛い,いですよね。ねいいかもしれない。ありがとうございます。いろいろと素敵なアイディアを <laughs> ありがとうございますね。ありがとうございます。そうだね確かに確かにうんあ確かに雰囲気も変わるよね絶対あそうこの話もしたかったんですけどそう ななんかかねそう生誕祭ラッシュじゃないですかちょっとごめんねあの話最後になるんですけどそうなんかその生誕祭今いろいろとさせていただいてるじゃないですかやっぱりなんかこう推しに似てる部分とかもあったりとかしたりあとなんかこう推しの何て言えばいいんだろう推しの雰囲気に似てる方が多かったりとかしててえわかるかなえわ分かりますよねえ雰囲気全然違いますよねねそうですよね。 めっちゃ、そう、なんかこの生誕祭のラッシュをね、私、あの参加させていただいてるんですけど、自分もね、あのさせていただいて、そう、本当に、え、なんかあれですよね、わかります、そう、あのー、なんていうの、雰囲気がまた違いますよね、ね、え、そう、過去の場合だと温かい方が多かったなって思いますし、そう、 そうですね面白い方とかも多かったかな私推しの方もあの面白い方が多くて <laughs> そうあの私推しの方はそのあのー、元気な方が多いなって思った思いましたそう思いましたしあとは本当にそうあの何、ー、て言えばいいんだろう,う元気な方私推しの方は元気で面白い方が <laughs> 多いですよねえわかるかなかなわりますわかりますよね私の生誕の入ってくださった方だったりとかその私推し同士の方だったりとかで多分きっとこう何て言うんだろう <laughs> 雰囲気だったりとかもつかめると思うんですけど本当元気な方だったりとかねあのー、本当にそう面白い方だったりがそう多かったりしててそう。 あのー、日向推しの方はなんて言うんだろうそのなんて言えばいいんだろうな日向推しの方はねなんて言えばいいんだろうなそのな,なんて言ったらいいんだろうな、あのー、賢そうな方わかりますかね <laughs> なんか頭良さそうな方がすごくすごくいらっしゃっててそうそうなんですよなんか雰囲気が似てる日向と雰囲気が似てるなってえわかりますかそう 多いなってそう知的な方が多いなって思いますねそうそうなんですよねえ、そう偏差値高そうな感じというかなんかそうなんて言えばいいんですかあ、皆さんもね <laughs> 皆さんも本当にあの頭がいいんですけどすご,くすごくすごく頭のいい方がいっぱいいらっしゃるんですけどなんだろう日向のその生誕祭の雰囲気を感じたのはそうそうですね頭のいい方っていうのかななんていうの知的な方っていうのかな

元気で面白い方が多いのが私の応援してくださる皆さんの特徴かなって思いましたあと優しい方はすごく多いですし素敵な方が多いんですけどそうだね本当にありがとうございますあそうなんかわかるかなそうステージから感じる雰囲気って言えばいいのかな <laughs> そう本当にあのコールの仕方だったりとかもそうだし 声の出し方だったりとかもそうだし、そう本当にそんな感じですかね。うん、ありがとうございます。そう本当に元気で面白くて優しい方が多いですね。そうもちろんね <laughs>、頭いい方も素晴らしい方もすごいたくさんいらっしゃるんですけど、本当に第一のそのイメージパって見てこうパってその私が感じたのは、そう元気で面白い方が多いですね。ありがとうございます。本当に <laughs>。 おとななしいはずんだけど <laughs> なんだろうなおとなしいまあおとなしい方もいらっしゃるんですけどやっぱ常にこう笑ってくださる方が多いなって思ったし私のことをやっぱ好きになってくださる方は <laughs> りがとうございいます温かい目で、ね、そう見守ってくださる方が多いですねありがとうございます。<laughs> そう本当にありがとうございますそれは本当にそのそれぞれの生誕祭に参加させていただいて思ったかなうん思いましたねそう本当にそうなんですよ元気じゃないよ弱ってるよそんなことないよありがとね本当にありがとうございますそう嬉しいですね <laughs> 嬉しいですあれおとなしくてシャイだけど <laughs> 方もねいらっしゃるけど本当にあの面白いい方は多いですね、うん、それは本当に1対1で話してる感じもだったりとかやっぱりその公演でねニコニコしてくださったりとか元気にねコールもたくさんしてくださったり嬉しいですありがとうございます本当に <laughs> 嬉しいでも本当にあのー、参加させていただいて思いましたねうん。 違くって、やっぱそれぞれの色があるんだなって改めて思いました。そうメンバーも色も,もちろんあるし応援してくださる皆さんにもそれぞれ色を感じましたね。うん、ありがとうございます。えわかります。めっちゃわかる。そう多分ねあの皆さんもわかると思う。うん、参加してる方特にわかるんじゃないかなって思います。いろんなメンバーの生誕祭にねいらっしゃる方とかはわかるんじゃないかなって思います。うん。 ありがとうございますそんな感じでちょっといろいろとお話しさせていただいてちょっと時間が過ぎちゃってごめんなさいありがとうございますありがとうございますね嬉しいあ、本当ディールててんで見てたりとか面白い本当ありがとうございますねそう生誕ラッシュなのでね本当にそう嬉しいですこうやってみんなのお誕生日をお祝いできることそう生誕祭をお祝いできることすごく楽しいですうん。 そうだねショーライブの雰囲気とかもそうだよねコメントもそうだしそう確かに確かにねいつもいろんなメンバーのねこっそり私覗いたりするんですけどやっぱ色ありますよねコメントの仕方だったりとかもそうだしありがとうございますありがとうございますということで今日も見ていただきありがとうございますあっ千秋楽はねえっと12月の3日でございますありがとうございます <laughs> そうこっそりとのぞかせていただいてますありがとうございますそれではじゃあ写真をお写真お写真スクショタイムにしようかなありがとうございますねありがとうございますごめんね突然突然そうあの始めちゃったのにもかかわらずありがとうございますありがとねありがとう,、ね、がとうこちらこそありがとうございます待ってますねそう覗いてますうんそう やっぱでも雰囲気に、ね、やっぱ似るのかなっていうのはやっぱ感じますねうんやっぱ自分と似た人を好きになるのかなねと思う本当にそうひなたの生誕祭の時とか特に思いましたねうんえ今日の「ハッシュタグなんだろう私何か言えてた <laughs> 私何か言えてたかなどう何か言えてたかなどうですかね何だろうなそう かかあるか配信してくれてありがとうえっこちらこそごめんねありがとうね本当に見てくださって嬉しいですありがとうごめんね本当突然の配信の予告になっちゃってあ告知だ予告じゃない告知になってしまってありがとうございますありがとうございます <laughs> <laughs> ありがありがとうえっ何だろうな耳耳に弱い <laughs> 耳に弱いあ言わないじゃん間違えた <laughs> 弱いええー、ダンスは引かない <laughs> 確かにで、ね、ダンスは響かなかったねうん耳に弱いは確かに耳に弱いもいいなね確かに耳に言わないって言っちゃった <laughs> 耳にうんかなえ a なんだろうなあ今回は起きてましたありがとうございますそうだよね確かに耳耳に弱いだとあれかなそうだよねあ西月さん探してます確かに西方さん探してますもういいな悩むね今日ありがとうみんなありがとうね あありがとうございますありががととううごござざいいまますすどうしようかなあじゃあ西方さん探してますにしようかな。ね西月さんにあのー、会いたいなって思ってるので <laughs>。じゃあ西月さん探してますそうだね。えー、どうしようかな西月さん。をどうしようかな西,西があ西が同じ同じどうしよう同じ名字の西月さん探してますだとどう <laughs> めっちゃ長いめっちゃ長いね <laughs> 同じ苗字の日月さん探してます <laughs> 長すぎ入らないかえ、いけるどういけますかあえて長くしようかな、今日 <laughs> 今日ね、今日、あのーししようかなそう、あ、確かに反応する方いらっしゃるかなねそうだよね、じゃあ同じそうだよね、同じ苗字の日月さん探してますにしようと思います ありがとうございます。苗字ってさ、どっちなんだろう。あの草薙の方かさ、あの名前のさ名の方かさ、どどっちなんだろうね苗字苗字どどっちがどっちがあれなんだろう。どっちがあれかな。どっちが使われてる？そう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 ありがとうございます。そうどっちだろう？どっちが使われてますかねこれ。どっちだ苗字苗字ねどっちだろうな。どっちが使われてるんだろう。みんなどっちに馴染みある？ごめんここで。 ちゃったどっちだろうどっちにあれがありますかあのみなんていうの見慣れてるどっちが呼び慣れてるどっちですかねうんあ多分あこっちかじゃあああ悩むねえ草ッカムリの方草カムリなんかう分かれるめっちゃ分かれるねあ苗字使いがちあ、じゃああでも草の方が多いかな草カムリの方にじゃあしようかなこれ分かれる東京。<laughs> ここで投票 <laughs> あ、書くときこっちの方がいいえー、悩むみんなどっちなんだろうどっちなんですかねあ、そうなんだこっちのあ、そうなんだこなえー、これ、えー、どっちかなじゃあ、これ実は気になってたみんなそれぞれなのか、なんかまた使い道とかにもよるのかなね、あ、じゃあちょっとごめんアンケート通ろうか ハッシュタグのアンケート取るのは初めてかもじゃあ1をあの草冠の方にしてあの2の,あの,あていうの,あの名医の方にしようかな伝わるかな1があの草冠の名字の方ねで2があの名前の名の方ねありがとうございますごめんね <laughs> ここで <laughs> ここでアンケート取っちゃったありがとうみんなのねあの意見を取り入れたいなと思うのでありがとう本当にごめんねありがとうみん,みんなのことを悩ましちゃってごめんねすいません ありがとうございますそうだよねあんま使われてないっていうことも方もいらっしゃるよねでもこっちの方がっていう方もあるよねごめんねありがとう書いちゃうこっちかなありがとうねそう両方ねそうすごくあの多分みんな使ってきたものだからありがとうございますよかったらこっち使ってたよーっていう方だったりこっち使ってるよーって方あ 本当は使い道、使い分けの必要ありません。あ、ありがとう調べてくれてあどっちでもいいって書いてあっじゃあどっちでも大丈夫なんだねじゃあ多い方にしますね <laughs> ありがとうみんな調べてくれてありがとうございますそうなのであの草冠の苗字が1であの名前の名の方が2にしたいと思いますありがとうございますなんかどっちでもいいみたいなのでありがとうどっちにするかなみんな投票してみてねいけたかなみんな投票できた そうできたそう、苗字苗字っていう字をねそう、どっちで使ってるかなと思ってそう草冠の方か名前のなの方かっていうあの1と2ですはいありがとうございます大丈夫かなえこれちょっとドキドキだね <laughs> 似た択だもんねねどうしようじゃあいきますねじゃあみんな投票し終わったかないきます5432 終了ですドーンあ2の方が多かったね53.8%で1の方が46.2%ですありがとうございますということであのー、名前の「名」の方の名字にしたいなって思っておりますそうなんかどっちでもいいっていうのは書いてあったので私のショールームも本当に <laughs> お堅いものではないので <laughs> ありがとうございます。なので、じゃあこっちにしたいと思います。同じ名字の日月さん探してます。にしたいと思います。ありがとうございます。ね、そうだね。もう、金さんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。面白いアンケートだったね。ね。ありがとうございます。多分ハッシュタグで私アンケートを取ったの初めてじゃないかな。ありがとうございます。ありがとう、みんな流してくれて。ありがとうございます。嬉しい。 ありがとうございます優しいですありがとうございます今日の,そのハッシュタグでそう同じ苗字の西川さんを探してますにしたいと思いますそうこれになったのはそう私があんまり周りであの西川さんが私は出会ったことないので親戚以外がねなので、あのー、出会いたいなって、あのー、思ってます、うん、そう見てみたいなって思ってるっていう,そう、あのー、お話でしたありがとうございます そう西勝さんならねいらっしゃってる方もいらっしゃるんですけど西方さんに会ってみたいなと思います同じ名前で同じ名字で同じ読み方の方ですねありがとうございますということでお写真を撮りたいと思いますはいそうなんだよね珍しい方かな、うん、ありがとうあそう今日ね編み込みしたんですよそうマッシーがねそうあっマッシーって読んじゃった <laughs> そう顔がねそう どこかに三つ編みを取り入れてほしいっていうことでそう入れましたかぼちゃありがとうございますあ本当？投票の結果消えない消えた大丈夫私の方は消えたんだけど消えたかなあそうずっとね読んでたから大丈夫かな消えましたかねケー、okay、ですありがとうございますはいあけ消えました お邪魔しもおしとこうかな。かわいい、ありがとうございます。取れましたか？そうチラ懐かしいね。<laughs> あったよねスタンプでチラっ,っていうやつ。そうまたでもスタンプ出したいな。そうこれちょっと前に言ってるけどそうだね。 前も話したことあるけどスタンプ出したいねお邪魔マリー <laughs> お邪魔リな、お邪魔リーダ、はい、ここでやるかの取れましたか、ね、どういうこと綺麗な手だねちゃんと洗ったのがわかる <laughs> 本当ありがとうじゃちゃんと洗ってるよいつも <laughs> <laughs> いつもちゃんと洗ってるよはい確かに家政婦が見た感あるん、ね、確かに前もした気がするこのスクショありがとうございます大丈夫かな取れましたかねそうあ確かにひょっこり版もあるね <laughs> コメント入れたくなるこれにありがとうございます ということで今日も見ていただきありがとうございますえー、っとマリナちゃんと最後に握手した時から手洗ってます。すごい大,す大嘘つきじゃん <laughs> 大嘘つき絶対あむしろ洗って <laughs> 手は毎日洗ってください <laughs> お疲れ様でしたありがとうございますありがとうございます大喜利したくなった確かにねセリフ入れられるような感じだもんねここのねありがとうございますそれではお名前を呼びさせていただきます なんかさショールームやってたらめっちゃ暑くなったうん配信してたら話してるとやっぱ暑くなるねなんかそうすごい寒かったんだけどねありがとうございます間もなく寝るありがとね見に来てくださって今夜もありがとうありがとうございますそれでは生呼びさせていただきます、えー、ビッ13位がビッグフレンドアットワンタウンビールさんありがとうございます猫猫猫猫やかなありがとうございます ジュさんが書いてくれたやつですね。ありがとうございます。また良かったらお待ちしておりますね。そうかわいいよね。きんあれおとあれ昨日か昨日だね。ごめんなさい。一昨日って言っちゃった。ね昨日とかもねロンやがいたのもね。<laughs> ロンやがいたりね。そう可愛か,かったです。ありがとうございます。十歳がビッグレンズさん、そして十二がマリー春さんありがとうございます。ガチャピヨ春夏おしさんありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。またよかったら。 お待ちしてますねありがとうございますまた劇場でも待ってますそして11位が暗いさと西ヶ滝ワンタン温泉猫鹿さんありがとうございます配信ありがとうございました聖さんを劇場で見れてからとても幸せでしたええー、っと写真は角田さんから見た角田浜ですかな角田さん角田 さんで合ってるかな <laughs> 読み方角田山？どっちやろう？読み方ごめんでもわかんなくて <laughs> あ山か山だね角田山かなありがとうございます教えてくださってごめんね私漢字本当にわかんなくて <laughs> ありがとうございます角田山ありがとうございますすごいね見えた景色素敵な写真ありがとうございますまたお待ちしてますねよかったらありがとうございますあごめんなさい順番が変わっちゃった 十三位がクライスさん、そして十二位がジャンジーアット。西畑ケマンタンさん、ありがとうございます。またよかったらお待ちしておりますね。ありがとうございます。よしまた待ってます。そして、十一が十一、お兄さんさん、ありがとうございます。えーと、マリナお姉さんがメンバーを呼 <laughs> び捨てする機会が多で私も十一って言われたいです <laughs>。 うぐコメント欄に11って書かれる。未来しか見えない。どういう,う,うどういうこと？コメント欄に書かれる？未来しか見えない。どういうことですか？<laughs> じゃ、あまたね。あのこう呼んで欲しいなって思ったらおしゃべり会とかでぜひ <laughs> リクエストしてください <laughs>。待ってますね。ありがとうございます。あ、写真もありがとうございます。何かがいるの？衣装、この間の写真ありがとうございます。そして、順位が浜地さん。 ありがとうございます公演終わりから配信ありがとう改めて新公演おめでとうどんなセトリになるか楽しみですありがとうございます残りのリバイバル公演を頑張ってください頑張りますねありがとうございますよかったらね新公演もお待ちしてますねありがとうございます町が町さんそしてキュが音速の機構車と、えー、ワンタンさんありがとうございますお疲れマリピ <laughs> ありがとうゆめちゃんがねマリピーってあだ名になるかなって思った時ですよねありがとうございますマリピーって呼んでくださって ありがとうございますまたよかったらお待ちしておりますねありがとうございますあ、足腰期待用の写真もありがとうございます経営が遅くのきこしさんそして8が数アットワンタンさんありがとうございます昼夜公る演お疲れ様でしたありがとうございます押し面に似た押しになれるように頑張るよ <laughs> え、たくさん似てるんじゃない <laughs> ちなみに50年以上生きてますが西越さんの苗字はまりちゃんが初めて,てあ本当嬉しいじゃあ初の西川さんでよかった <laughs> ありがとうございますまたお待ちしてますねありがとうございます8位がカズさんそして7位が大好きさんありがとうございます生まれながらの犬ですどういうこと <laughs> どういうことなんだろう不思,議不思議だなありがとうございますどういうことなんだろうぜひ今度教えてください犬のワンちゃんのなんかなんだろうお着物みたいなお写真とありがとうございますまたよかったらお待ちしてますね なめが大好きさんそして録画国さんありがとうございますあゆめちゃんとの写真ありがとうございます恥ずかしいや恥ずかしがり屋で見守り中ありがとうございますそうなんですか <laughs> 配信ありがとうこちらこそありがとうございます恥ずかしがり屋さんかな <laughs> またお待ちしてますねありがとうございますマリウム写真ありがとうございますそして5位がたっちゃんさんありがとうございます 改めてお誕生日おめでとうあ、ありがとうございますえ私、私のことであってるかな <laughs> ありがとうございますあ、ゆなちゃんとねありがとうございます写真もありがとうございますまたお待ちしてますねダッチャーさんそして4位が凌介さんありがとうございます明日の合コンで人生変わる予定ですどういうことなんか暑くなってきたありがとうございますど,どういうことなんだろうあ、お写真もありがとうございますねあの生誕の,あの誕生日の時の画像ですねありがとうございます えっ合コン頑張ってください <laughs> <laughs> ありがとうございますまたお待ちしてますね <laughs> 頑張ってくださいでいいのかなありがとうございますそして3位がビッグレンダーと渡さんありがとうございますごめんね10万円で買っちゃってありがとうございますまたお待ちしてますねそして2位が 刹那とおんたんさんありがとうございます公演後に配信ありがとうリバイバル千秋楽と、えー、新公演初日入りたくてめっちゃ悩みちえそうですよね悩みますよねどっちハろうみたいなね悩みますよねねえよかったらよくよくいろいろと考えていただけたら <laughs> 嬉しいでどっちもね入っていただきたいんですけどねそうですよね悩みますよね ありがとうございますあ、ミコの写真もありがとうございますよかったらあの決断が出たら答え教えてくださいありがとうございますそして1位が K イアット新潟さんありがとうございます参考案後にあ、そっか参考案後か忘れてたそっか参考なんか逆に 参考えしたっていう気がしてなかったそっか参考えんかありがとうございます参考えも配信ありがとうございましたマリナがえー、と参加する販売会があれば行きたいね。ありがとうございますねぇ私も参加したいなって思ってます先週6初日ともに入りたいねありがとうございます待ってますねありがとうございますということであこちらの写真もありがとうございますスクショもありがとうございますということで今日も見ていただきありがとうございますお疲れ様ありがとう あああとととここちらこそりりががううございますありがとうござざいいまますす公演に来てくださった皆さんもあの DMM で配信見てくださった皆さんも本当にありがとうございます嬉しいということで今日も見ていただきありがとうございますあ本当少し元気になりましたあよかったゆっくり休んでねありがとうございますそうだよねみんな悩んでるよね待ってるねなのどちらも。 あの来ていただけることはすごくすごくとってもいつ来ていただけることは本当にいつでも本当嬉しいのでありがとうございますそれではまたよかったら是非見に来てくださいありがとうございましたたくさんのコメントアイテムありがとうございましたそれではまたねいい湯気見ますね <laughs> ありがとう風邪ひかないようにありがとう みんな気をつけてね、隊長。あり,おれしありがとうございます。お疲れさまです。ありがとうね。十分みんな気をつけてね。お仕事ごまんごってね。ありがとう。ゆっくり休んでね。またね。ありがとうございました。ありがとう。またね。バイバーイ。お疲れ様おつありがとう。またね。次次回の話もっと楽しみにして。ありがとう。またね。温かくてね。またね。ありがとうございました。バイバーイ。